んにちは、ミカササッカーナビミカサッカー番組 MC の佐野ゆりあです。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ宗政さん、はい、前回は新サッカースタジアムのオープニングイベントということで、予想をはるかに上回る2万8500人来場者していただきました。すごい数ですね、かなり会場盛り上がってましたよね。改めて振り返ってみてどうですか。いや、あの笑顔がね、皆さんの良かったですよね。思い出しますね。で3世代、はい、おじいちゃんおばあちゃんから、ね、お孫さんまで、本当皆さんね、楽しそうにプレー、ね、されてましたよね。なんかそういった姿もすごい素敵でしたよね、うん、また今回初の外の収録だったということで、はい、よかったですね。いや、よかったですね。爽やかでしたし、実際に番組を普段ご覧になられてる方との交流もあったりとかして、ちょっと嬉しかったですよね。でも一番びっくりしたのは、はい、サッカー上手いじゃないですか。いや上手でしたか。私は下手ですって言ってたけど、あら、上手かったです。それは宗政さんに言っていただいたら、もうそんな光栄なことないですよ。いや、びっくりしました本当。事前に宗政さんにボールをしっかり見ることっていうアドバイスをいただいたので、それはもうとにかくボールを見てって思ってたんですけど、やってみると見失っちゃいますね。やっぱり難しい。難しさも感じました。やっぱり慣れが、ね、必要なんでしょうね、その辺は。いや、本当にいいイベントになりました、はい、広島にもそういった新サッカースタジアム、新しいシンボルができたということで、広島のサッカー界もますます盛り上がりを見せてきますけれども、いや、これからね、全国ね、いろいろなところにできるんじゃないですか。いやー、そうですよね。やっぱり広島になりたいなっていう感じですね。モデルになるとちょっと嬉しいですよね。よかったですよ、本当。ミカサッカーも負けないように、はい、もっともっと広島のサッカーを応援していきましょう、はい、それでは今回放送するラインナップです。県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンは、昨シーズンの中国大学サッカーリーグ1部で優勝、創部120年の伝統チーム、広島大学体育会サッカー部です。ミカサッカーニュースは第40回藤田杯女子サッカー大会決勝戦の模様をお届け、その他広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。まずは県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回ご紹介するのは広島大学にあるサッカーチーム、広島大学体育会サッカー部です。広島高等師範学校蹴球部として始まった広島大学体育会サッカー部は創部120年の歴史を誇る。2019年に念願だった人工芝が完成。それに伴いチームも力をつけ、実力のある選手も集まるようになった。昨年度の中国大学サッカーリーグ1部では並み居る強豪を退け、26年ぶりの王座奪還を果たした。シーズンの勢いをさらに加速させ、最後まで諦めない姿勢を執念の二文字に込め、新シーズンのスローガンとして掲げた。チームが目指すサッカーとは、ボールを支配しながらたくさん点を取っていくっていう、あの攻撃サッカーを志向しています。練習メニューをたくさん用意して、毎日毎日練習メニューを変えてるんですね。その中で1週間各曜日によってやることが決まってまして、週末の試合に向けてコンディションを整えていくようなトレーニング方法をとっています。また今シーズンから元サンフレッチェ広島で3度の J1 制覇に大きく貢献した佐藤久人さんがテクニカルアドバイザーに就任。チームが目指す攻撃的なサッカーをさらに強化するための役割を担う。今年の選手の特徴は、多様な選手が揃ってまして、まあ、県外からいろいろ推薦だったり一般入学だったり、特徴ある選手が各ポジションにいることがうちの強みだと思います。背番号13番フォワード三崎優太です。僕の得意なプレーは体を張ったポストプレーと、チームに貢献できる積極的な前からの守備です。僕にとってサッカーとは人生について、仲間の大切さや人との関わりを教えてくれたとても大切なものです。今後の目標はチームの目標である4冠を達成しながら、個人の目標である
中国リーグ得点を目指して毎日の練習に励んでいくことです。背番号2番ディフェンダー山部達樹です。僕の得意なプレーは豊富な運動量を生かした攻撃参加とそこからのクロスです。僕にとってサッカーとは僕の強みを生かせるところであり仲間との大切な思い出を作る場所です。今後の目標は4月に行われる天皇杯の優勝を目指すことでありその先は全国大会ベスト4を目指して頑張っていきたいと思っています。背番号16番ミッドフィルダー香取潤です。僕の得意なプレーは体を張ってハードワークすることと前線へ左足で正確なパスを供給することです。僕にとってサッカーとは日々の生活になくてはならないものです。今後の目標はチームの目標である全国ベスト4を目指しながらプロサッカー選手を目指して日々の努力を続けていきたいと思います。背番号10番フォワード倉井久保です。僕の得意なプレーはライン間でボールを受けて前を向いて攻撃につなげていくことです。僕にとってサッカーとは人生最大の楽しみです。今後の目標はチームの目標でもあるインカレ出場して全国で活躍しながらチームが勝てるように得点やアシストに絡んでいきたいと思ってます。背番号19サイドバック長尾隆です。僕の得意なプレーは攻守にわたって豊富な運動量で活躍することのできるサイドバックです。僕にとってサッカーとは人との関わり方や努力の大切さなど人にとって重要なことを教えてくれるものです。今後の目標はチームとしては全国ベスト4そして個人としてはもう一度デンソーカップへ行き活躍することです。背番号21番ゴールキーパー細川慎之介です。僕の得意なプレーは安定感と攻撃の起点となるビルドアップです。僕にとってサッカーとは一生を共にする仲間と出会えた人生に欠かせないものです。今後の目標はチームとしての目標である4冠を達成するために守護神として無失点に抑えることです。背番号9番フォワード瀬口蓮太郎です。僕の得意なプレーは身長を生かしたポストプレーと左足のシュートです。僕にとってサッカーとはかけがえのないものです。今後の目標はチームを勝たせられるフォワードになれるように毎試合点を取り続けることです。背番号18番ミッドフィルダー桜井玲です。僕の得意なプレーは雑草魂を生かした前線からのハイプレスです。僕にとってサッカーとは恋人です。今後の目標はチームとして全国ベスト4個人としてリーグアシスト王を目指しています。背番号54番ミッドフィルダー小笠原修也です。僕の得意なプレーは相手との駆け引きからの逆をついた一瞬の裏抜けです。僕にとってサッカーとは挑戦し続けられるものです。今後の目標は全国の舞台で応援のスタンドではなくフィールドに立って活躍することです。背番号14番ミッドフィルダー中村葵です。僕の得意なプレーはスペースメイクからのチャンスメイクをすることです。僕にとってサッカーとは大切なことを教えてくれる存在です。サッカーの最大の要素は感謝だと思っています。たくさんの仲間そして環境に感謝をしてラスト1年大学サッカーを楽しみたいと思います。背番号23番ミッドフィルダー入江大河です。僕の得意なプレーはドリブルからのカットインシュートです。僕にとってサッカーとは自分を成長させてくれる存在です。今後の目標はチームとしては全国大会ベスト4個人としては中国リーグ得点王とアシスト王を取ることです。創部120年伝統を受け継ぎ今年全国へ向け躍動する。広島大学体育会サッカー部についてご覧いただきましたが、はい、香取潤選手はハイファーウォーズ2024で優秀選手賞を受賞したということで、はい、いくつか J リーグのチームからも声がかかってるらしいですよ。いいじゃないですか、楽しみじゃないですか。勢いありますよね。また佐藤久人さん、はい、テクニカルアドバイザーに就任されたそうなんですが、はい、不定期で指導に参加したりテレビ電話を使って指導を、うん、まあこれも楽しみですね。そうですよね、貴重なお話聞けそうですよね、はい、また今回 VTR にもありましたが国立大学で人工芝っていうのは珍しいんですよね。珍しいでしょうね、
人工芝、うん、作るにあたって、はい、サッカー協会もちょっとお手伝いさせていただきましたけど、やっぱ芝が張られると雰囲気がらりと変わりますか？変わりますよ。やっぱり練習の精度も上がりますからね。じゃあ人工芝にもなり、うん、佐藤久人さんも加わり、はい、新しいエッセンスが加わって今後が楽しみですよ。ますますの飛躍が期待されますよね。上泉監督が、まあ、いろんなところへ行って、はい、まあ、勉強されてですね、非常に熱心にやられてますから、そういった意味ではね、これから変わってくると思いますよ。期待していきたいですね。はい、期待しましょう。はい、これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。ミカサッカー。続いては県内であった試合やイベントなどをお届けするミカサッカーニュースです。はじめは県内の女子サッカーチームを対象とした富士田杯女子サッカー大会の話題です。広島県内の女性サッカーチームを対象とした富士田杯女子サッカー大会が3日間の日程で今年2月に開催されました。やっぱりどうしても普通の大会は何人までとかですね、1回出た選手は出れないとか、まあ、この大会は統一登録もいいですし、1回出た選手もまた登録できますんで、こういった大会に参加することで、まあ、サッカーの初心者も楽しんでもらえばいいなというふうに思ってます。全18チームの頂点をかけて戦うのは AICJ 高校と広島文教大学附属高校、どちらも高校生のチームです。昨年大会優勝の AICJ はここまでトーナメントを無失点で勝ち上がってきました。1月に3年生が引退し、 1,2 年生の新体制で決勝に挑みます。前半13分、左サイドから攻める AICJ、 広島文教のゴールキーパー品川選手がセーブするも、最後は AICJ 岸波選手がゴール正面から押し込み先制点を挙げます。4年ぶりの優勝を狙う広島文教は3年生全員が参加、準決勝で大学生チームを退けた勢いをこの試合でも発揮できるのかが鍵です。後半、追加点を狙う AICJ が広島文教のゴールに幾度となく迫ります。しかし広島文教の固い壁に阻まれ、守備を崩すことはできません。反撃に出たい広島文教と追加点を狙う AICJ、 後半はお互い得点を奪うことができないままゲーム終了。第40回富士田杯女子サッカー大会は AICJ 高校が広島文教に1対0で勝利し、大会連覇を飾りました。今大会の上位入賞チームはご覧の通りです。はい、以前の情熱イレブンでもご紹介させていただいた AICJ 高校がここでもまた優勝ですか。栄冠を手にしましたね。すごいですね。激しいプレーで、なかなか見応えのある決勝戦だったと思います ね。
点はでも1点ですか。接戦でしたね。結構攻めてるように見ましたけどね。はい、あまり入らなかったんですね。やっぱ守りがあしっかりしてたんでしょうな。この藤田杯女子サッカー大会、近年では高校のチームが優勝することが多いんですが、これどういったところに理由がありそうですか。育成年代のレベルが上がってきてるんでしょうね。どんどん力をつけてきてるん で女子サッカーもこう底辺が広がってきてるっていうことなんやかと思うんですけどね。こう若い世代たちがどんどんスキルを、そうそうそう、だからこの大会も古いでしょ。第40回ですね。いや貢献していただいてますよ。ここに来て社会人、そして大学生のチームにも活躍を期待したいところですよね。そうですね、やっぱり高校生だけじゃなしで社会人までね頑張ってもらって、もっと女子サッカーをこう発展させていきたいですよね。そうですね、全世代で。そうです、そうです、盛り上げていきたいですよね。はい、はい、続いては3月17日に行われた第16回中国高校サッカー新人大会決勝戦の話題です。中国地方の高校新人戦、上位チームによる中国高校新人大会が3月3日間の日程で開催されました。全16校が出場し、広島県からは4校が参加。トーナメントを戦い、中国地区の高校の頂点を目指します。決勝を戦うのは3年ぶりの決勝戦に挑む瀬戸内高校と、6年ぶりの優勝を目指す岡山学芸館です。試合開始直後、瀬戸内伊藤選手が相手の隙を突き先制。開始わずか30秒での先制ゴールでした。そのまま瀬戸内が流れをつかむかと思われた前半24分、岡山学芸館のコーナーキックから得点を許し、試合は振り出しに。さらにその4分後、瀬戸内はこぼれ球を相手に頭で押し込まれ、逆転を許してしまいます。1点を追いかける瀬戸内は後半、コーナーキックなどでチャンスを得ますが、なかなか得点に結びつけることができません。後半10分、自ら切り込んできた岡山のフォワード万代選手に追加点を許してしまい、1対3と突き放されてしまいます。反撃に出たい瀬戸内は後半21分、フォワード伊藤選手がこの日2得点目を挙げ、岡山に1点差まで詰め寄ります。その後も懸命に得点を狙いに行く瀬戸内ですが、岡山学芸館の粘り強い守備に阻まれ、ゴールが奪えません。反撃もあと一歩及ばず、瀬戸内は大会初優勝を逃す結果となりました。第16回中国高等学校サッカー新人大会は、岡山学芸館が6年ぶりの優勝を果たしました。敗れた瀬戸内は3年ぶりの準優勝となりました。蹴っても巻いても対人強くて、跳ね返されるだけなんで、繋ごうとは言ってたんですけど、まあなかなかうまくいかなかったです。悔しいです。まあ、また一からというか、県総体も選手権もどっちも全国出てベスト4を目指してるんで、みんなで頑張っていきたいと思います。瀬戸内高校惜しくも準優勝ということで、惜しかったですね。1点目早かったんですね。そうなんですよ、映ってないじゃないですか。本当に開始30秒で早すぎた、はい、その一瞬のタイミングを逃さず伊藤選手が決めたということなんですけど、こういうプレーってやっぱ大事ですよね。大事ですね。集中力っていうのは電光石火、こういうのをまさに、っていうんでしょう。対する岡山学芸館は2年前の選手権で全国制覇を果たしている強豪だったということで、全国制覇ですからね、強豪チームですよ。今回惜しくも負けてしまいましたけれども、瀬戸内高校もリズムさえ合えば強いですもんね。強い強い。
うん、今後に期待したいですよね。まあ、これからね、新チームで、まあ、インターハイとか高校選手権とか向かっていくわけですから、はい、いい練習になったんじゃないですか。この新人戦を経て、うん、はい、本当に若い世代の方たちにいろんなことを吸収していただいて、頑張ってほしいです。うん、これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。はい、皆さんこんにちは、宗政です。宗政トークの時間がやってまいりました。今日はですね、異色の方をゲストにお迎えしました。なんと、しゃべり屋の渡辺博之さんです。よろしくお願いいたします。ミカサッカーご覧の皆さん、どうもこんにちは。しゃべり屋、こと渡辺博之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。どうもどうも。いや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 さん、すいません、僕、まあ、しゃべり屋という屋号で、はい、普段はまあ、MC であったりとか、それこそチュピコムであれば、ね、スポーツ&ライフっていう番組とかで、リポーターとかですよね。回す役がメインなもんで、ね、本来はこちら側におらなきゃいけない。そうなんですよ。それはなんか今日ゲストみたいな立場でこう呼ばれてるじゃないですか。どう振る舞っていいかも本当に今すごいドキドキしてるんですけど。いいじゃないですか。いろんなアピールしてください今日は。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ありがとうございました。あのコケ落としね、はい、広島サッカースタジアムオープニングイベント、まあ、すごかったですよ。私プレーしながらエキビションマッチ、はい、聞こえてくるんですよ声が。あ、勇気もいただきましてね、もう頑張りましたよ。いや、もう僕自身初めてのピースウィングでの、うん、まあ、うん、初泣きという、まあ、しゃべりだったんですけれど、まあ、いわゆる広島県オーバー60選抜 VS FA 選抜チームによるエキシビジョンマッチ、はいはい、ここで MC を攻めさせていただいて、なんかオーバー60とか本当に、まあ、OB の方たちの、うん、そして OG の方たちのプレーだから、うん、まあ、こうゆっくりこうのんびりと見させていただけるかなと、うん、何がのでしょ。シニアは元気がいいんです。もう良すぎです。とにかく元気がいいんです僕もうわ行ったすぐセンターリングはいとか言ってたら、うん、あっという間にフルト会長決めて、うん、お最初の得点会長決めるなんてもう最高のスタート、うん、そしたらちゃんと見せましたね。狙ってましたよ狙ってましたよ。あのシュートの部分っていうのはもう常に狙ってました。シュートはどっかで入れてやろうと思ってそっから決めての2点目みたいになっていいよ。改めてですけど、僕も、うん、あの新しいスタジアムに、はい、もうサッカー経験とかほとんどないんですけど、うん、思わず一礼をしてから、うん、ピッチの中にこう入りたくなるような。本当サッカー経験ないんですか。全く。兄が、うん、まあ、小中とサッカーをやっていて、うんうんうん、で自分は本当に、まあ、どちらかというと運動が得意でない方だったもので、うん、そうなんですよ、はい、それはもうその時からもそういう世界に行きたいなと思われてたんです。しゃべり屋というかそういうスポーツの実況とか。小学校の卒業アルバムには将来の夢声優っていうふうには書かれている。声優、はい、もう声を出していい声されてますもんね。もうすごい。もう、まあ、でもそういう夢はあったんですけど、そこから、まあ、あの中学高校とラジオが大好きになって、うん、ラジオ、はい、ラジオの世界想像させるイマジネーションのカルチャーみたいなのにすごいハマって、はい、深夜番組とか大好きでした。オールナイトニッポンとかね、はい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 、全盛だったんですよね。もう毎日聞いてましたよ。例えば私の踊って言ったらね、アマチマリとかご存知あなたを待つはテニスコートですね。はい、わかります。そうそうそう、はい、朝岡めぐみとかねラジオが友っていうね時代とかきっと過ごされた方も多いと思うんですけど、はい、いや私のことはどうでもいいんですよついついもう僕リポーター路線になっちゃうんですよダメですよ。それでまあ今の仕事をされ始めたということで、はい、そうですね、はい、具体的にはどんなことやられてるんですか。それをお聞きしたかったんです。まあ、いろんな CM やテレビ番組のナレーションであったり、はい、その他イベントとかの MC であったり、はい、そして、まあ、テレビラジオでのリポーターやパーソナリティ、幅広いですね、はい、最近になるんですけれども、うん、ここ 4,5 年でスポーツ MC のお仕事をいただくようになりました。でスポーツ MC としてはどんな競技をやられてるんですか。
サッカーで言いますと、うん、まあ、サンフレッチェ広島の試合前にホームイベントがありますよね、はい、ステージでお祭り広場のにぎわいステージの MC を長年やらせていただきました、はい、で F リーグ、うん、広島 F ドゥの、アリーナ MC、はいはいはい、していただいたり、はい、あとは、まあ、バスケットボール広島ドラゴンフライズのアリーナ MC、はい、ハンドボール、はい、そしてロードレース、はい、自転車の、はい、はい、そしてラグビ それからトレイルランニング、はい、まあ、その他もろもろといろいろとやらせていただいております。いろんな知識がないと頭が何個あっても足りませんね。でも本当になんかあのハードディスクとか外付けが欲しいなと本当思います。サッカーはまあ経験されたことはないですけど、はい、まあ、いろんなお仕事されてるということで、はい、広島のサッカーをこう見てこられて、うん、どんな感じで思われてます？こんなに、うん、あの種類豊富に、うん、世代豊かに、うん、サッカーが好きな人たちがいる場所なんだなっていうのを、うん、このサッカーなどに携わるようになって認識しました、はい、まあね、競技スポーツとしてはね、はい、まあ、そんなにね年齢年取ってまではできませんけど、はい、障害スポーツということを考えれば、うん、本当長くできますよ。サッカーはもう今ね70歳80歳、今あのこのミカサッカーご覧の皆さんって、うん、ほとんどはサッカー経験した方がね、はい、とか理解がある方多いと思いますけど、うん、はいはい、僕みたいに、ええ、サッカーってこういうスポーツなんでしょっていう、うん、変な先入観とかで、うん、ちょっと構えて見てた人たちとかって、はい、今この話とか聞いてたら、え、そうなのっつって、それをやめていただきたいんですよ。でこの番組は、はい、そういった方にもサッカーに興味を持っていただきたいんですよ。だから見るだけじゃなくて、うんうん、やってもいいし、やってもいいし、まあ、見るのも当然見てください。当然だし、うん、やってください。この間こけら落としの時も、はい、素人の方いっぱい来られてたんですよ、はい、うちの MC もそうですよ。彼女も多分初めてやったんじゃないですかね、サッカー。ゆうちゃんね、うん、すごい上手かったですよ。じゃあ今後は、はい、どういうふうな形に持っていかれたいっていうか、それはどうでしょうか。あの全く運動音痴だった人間がスポーツに携わって、うん、こんな手に汗握るドキドキ感とか、うん、選手の気持ちになって声を出して応援するとか、うん、そういう感情の揺さぶり感動とかをいただいたので、うん、はい、それをこれからあの届ける側として還元していきたいっていうのが夢です。はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。またお呼びしますんで。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。今回の胸座トークは異色のインタビューでしたね。楽しい方ですね。いや本当に渡辺さん。実際会ってみてどうでしたか。いや喋りやだと思って。野望の通りですね。野望の通り、渡辺さんとは私も昔からこう、うん、おしゃべりの仕事を通して、うん、あのお知り合いで、ね、普段はどうなんです。あでも普段からこうあの声色で明るい方なんですけど、うん、はいはい、私の印象としてはすごいありがとうっていうのを言ってくれる方の印象がすごくあって、はいはい、で渡辺さん普段はこう他の方の魅力を引き出す側の方なんですけど、今回は宗政さんが渡辺さんの魅力をしっかり引き出してくださってましたね。ミカサッカーということで番組もそろそろ終わりの時間が近づいてきたんですが、はい、もう春ですね。春ですね、はい、すっかり暖かくなりましたが、何か春からリフレッシュしたいことなどありますか。特にないですね。私はもう花粉症は嫌ですね。まず花粉症を克服したい。花粉症を克服したい。今日は服装も春らしく素敵ですね。いや春ですから明るくいいですね。私は春野菜がすごく好きなので、春といったら春キャベツ。春キャベツ、いや柔らかくて甘くて美味しいんですよ。さすがお好み焼きの宣伝じゃないですか。確かにこの春の時期になるといつも冷蔵庫にあって、はい、いや本当春美味しいものたくさんありますからね、はい、はい、皆さん美味しいもの食べて新しい新学期を迎えていただけたらと思います。さあ4月は天皇杯県予選でもあるミカサカップ全広島大会の決勝戦もなんと新サッカースタジアムであるということで、はい、やりますよ。わあ楽しみなことがたくさんですね、はいはい、今後もミカサッカーでは広島のサッカー界を応援していきたいと思います、はい、それではまた次回をお楽しみに、いつものポーズでお別れしましょう。いきますよ、せーの、ミカサッカー。
さようなら。